じゃあ次回以降はここをフローリングに改造していきましょう。こんにちは、ワッキーです。 K のワンボックスカーをキャンピング仕様に改造しようという K キャン DIY シリーズ、今回から3回に分けまして、こちら後部スペースをフローリングに改造していきます。まずはどういうふうにフローリング化しようかというところなんですけれども、セカンドシートを起こした状態だとこのスペースが1メートル、フローリングの部分はこの後ろの部分とセカンドシートを倒した部分の2分割という形を取ろうと思ってます。そしてこの部分、この後部座席を固定する金具、これが出っ張っているので、これよりも厚みのある板で基礎を作ってあげなきゃいけないと。あとはね、フルフラットとはいえここも微妙に段差があるんですよね。なので基礎を組んでその上に板を張ってフローリングにするということですね。まあ、そんな感じでざっと手書きで書いた図面がこちらです。こんな感じですね。ざっとこんな感じに木を切って基礎を組んでみようと思います。一つ重要なことを忘れてました。このバモスはこの後部スペースの下にエンジンとかあるんですよね。なのでメンテナンスのことを考えると、そのフローリングの部分は脱着可能にしなければならないということで、基礎とフローリングの部分固定せずにパタンと乗っけるだけにして、いつでも取り外しができるように作っていこうと考えております。はい、そして今回基礎に使う木材はこちらでございます。寸法が 30mm×40mm、 それの長さが 2000mm、 2m ですね。それが6本セットになってます。6本セットで980円でした。これを切って縦横合わせて基礎を組んでいきます。今ね、1本切って当てがってみたら、一番狭いところは1200だとちょっと長いみたいですね。正確に言うと 1178mm、 そこで切るとぴったりみたいです。 1178mm ね。じゃあそこで切ろう。1178mm。 まず最初の2本はこんな感じにします。でここにさらに縦の枠組みをしていくんですけれども、間口っていうかこの部分はあえて何も置かずに、ちょっと基礎の部分 40mm 浮くわけで、ちょっとした収納ができるかなと思うので、こっちの間口は開けておこうと思います。じゃあちょっと寸法を測って、この長さ3本とこっちの4本ね、これ切りましょう。はい、ざっと切ってレイアウトしてみました。後ろの部分はこんな感じですかね。これで後ろの部分のフローリングが1枚分、そして後部シートをフラットにした時に、こっからさらに蝶つがいでこうパタンと向こうに倒れるようにしようと思うので、それでもう1枚という形ですね。じゃあその向こう側も切って組んでみましょう。はい、このような形で後部座席を倒した時の床になる部分も組んでみました。こっからここまでが貨物スペース、そしてこっからここまでが後部座席の倒したスペースという形で、後部座席のフローリングはこのようにパタンと蝶つがいで折りたためるようにしようと考えてます。この後本当はこういう角にこの L 字の金具をつけて固定させようと思ったんですけども、ちょっと順番変えます。この仮組みの状態で平らなところに置いて、もう床を打ち付けてしまって、その後ひっくり返してこれで補強してあげるようにします。ちょっとねこの状態でやるとね、下がふわふわ不安定なのでね、曲がってつけちゃう可能性があるので、フローリングを張った後に補強することにします。ではこの状態で一旦仮でマーキングしておきましょう。全部ね、よし、オッケー。床ができるとだいぶ印象違うでしょうね。今日はおしまいだ。来週だな。